みんな揃ってるわね。それじゃ定例会議を始めるわよ。もう私たちが支部で働くようになって1年経ったんですね。最初の頃はどうなるかと思ってたけど、ようやく落ち着いてきた気もするな。慣れてきたみたいで嬉しいわ。ところで気球の方はどうかしら。うまく使えてる？アウィンが整備してくれてますし、動かす分には全く問題ないですよ。おかげでいろんな場所に行けそうですし、これからはもっともっと調査できるところが増えるといいですね。それは良かったわ。ボロボロだったし、もう使えないって言われたらどうしようかと思ってたから。ただあの気球じゃ調査できるところにも限りがありますね。さすがに旧式すぎますよ。そうね、当面は問題ないでしょうけど、確かに対策は考える必要があるわね。じゃあマリオンさんが新しい気球を買ってくれるんですか？ちょっとちょっと、あれすごく高いのよ。お風呂だからなんとか手に入っただけで、新しいのを買うなんて無理よ。ま、別にあのままでも今の仕事で使う分には十分だけどな。さて、前期の課題の達成率はどうかしら。よくやったわね。村の人たちから感謝状が届いていたわよ。よかった、なんとかなったんですね。やっぱり助け合いの精神は大事よね。開発班としてこうやっていろんな人に貢献できるのは嬉しいわ。調査ばかりじゃなくて人の役に立てるのも気持ちいいですもんね。それにしてもどうして急に水が枯れ始めたりしたんだろうな。じゃあ今期の課題を発表するわよ。ひょっとして村で起きた問題の調査ですか？そうよ、あの辺りに大きな水源があるみたいなの。ひょっとしたらそこで何か問題があったのかもしれないわ。万が一水が枯れるのがこの町まで広がったら大変なことになるわ。そんなことになる前に調査してきてちょうだい。確かに放っておいたら危ないですよね。わかりました。それとその辺りではかなり危険な魔物の目撃情報もあるの。ちょっと危ない調査になるかもしれないわ。くれぐれも注意してね。そうですか、それなりに準備しておかないとな。私たちだけで大丈夫かな。そうよね、確かに調査も本格的にできるようになってきたのに開発班の人員も足りていないわ。何を企んでるんですか班長。そこは笑うようなところじゃないですって。こんなこともあろうかと、ちゃんと新しい人員は手配済みよ。今日から開発班に新しい仲間が来ることになったの。ずいぶん急な話ですね。もう少し早く言ってくれてもよかったのに。手続きが難航して新人の申請が直前まで通るかわからなかったのよ。黙っててごめんなさいね。新しい人が来るのか、どんな人だろう。と言いつつもうとっくに来てておかしくないんだけど、遅いわね。ああ、そうだけど、もしかして。あ、マリオン班長。早めに出たんですけど、ここの場所が分からなくて。それで通りかかった人に聞いたら今度は気球発着場に着いちゃって、それで。
刻の理由はともかく、まずは謝ること。あ、ごめんなさい。しょうがないわね。とりあえず初出勤なんだから、自己紹介を済ませてもらってもいいかしら。面倒を見てもらうわ。私はこれから会議があるから、あとはよろしくね。わかりました。いろいろと教えておきます。ルシルちゃんは二人の言うことをちゃんと聞いて早く仕事を覚えることと。私も遅刻しちゃうじゃない。普段はアトリエにいるから、何か用があったらそっちに来てくれ。へー、アトリエもあるんですね。後で見学してもいいですか？別にいいけど、そんなに興味あるの？私、医術を勉強してるんです。だからお薬のこととか、錬金術のことも勉強したことがあって。それはすごいな。医術の勉強ができたってことは、出身は中央なのか？はい。あんまり成績は良くなかったから、腕も半人前なんですけど。気にしないでいいよ。私もまだまだ勉強中だから。俺も中央から来たんだ。まだわからないことばっかりだろう。何でも聞いてくれ。ご指導よろしくお願いします、先輩。先輩か。あ、そっか、先輩か。よーし、任せてルシルちゃん。シブのことまだわからないよね。案内してあげるからついてきて。はい、先輩。それにしても医術の勉強か。あれはそう簡単に始められるものじゃないはずなんだけど、まさかな。ルシルが来ないな。エスカ、ちゃんと集合場所は伝えたのか？あ、はい。おかしいな。もしかして時間を勘違いしちゃってるんじゃ。随分とかかったな。そんなに持っていくものでもあったのか？はい、お腹の薬とか痛み止めとか、あとはかゆみ止めとかいろいろです。そんなに持ってきたの？確かにあったら便利だけど。調査って何があるかわからないじゃないですか。だからこれぐらい必要かと思って。エスカ先輩も薬が欲しかったらいつでも言ってくださいね。じゃあいざとなったらもらおうかな。ありがとう、ルシルちゃん。まさかそのカバンの中に入ってるのが薬だけってことはないよな？え、薬以外に何か必要でしたか？
いや、装備とかいろいろ。薬だけって極端にも程があるだろう。あいつが他にも忘れ物をしていないように祈っておくか。